ばんは、仰天ゆりなです。はい、というわけで今日はそうですね、涼しかったですね、結構。なんか上着持ってってたんですけど、いらなかったいらなかったです。うん、必要ではちょっとなかったかなとは思いますね。前が短くなっただって。今日切ってないけどね、分からん、切ってはないけど、分からん、短いかな、セットの問題かもしれないですね。涼しかった？嘘、暑かったんだけど。上着いらなかった。まあでもね、どこで、場所によって違いますよね、そういうのって。今日は15分程度にしたいなと思います。そう、なんか胃薬飲んだんだけど、マジで胃が痛いのさ今ね。今脂っこいもん食べたら胃にダイレクトアタックが来てしまって、マジで痛い。薬飲んだけど、あとプラスアルファね、頭痛い。そう。お弁当とかの、お弁当は出ないんで自分らで買うんですけど、普通に。お菓子めっちゃ食べてて、脂っこい唐揚げとか食べたら胃が崩壊した。オフショット持ってくれてもいいんだよ。オフショット菅もんだったら、その分ちゃんと何冊も買ってくださってるっていうことですよね。ただのものだけ、ただのものだけせがもうとしてるわけじゃないですよね。もちろん貢献をちゃんとしてる上でせがんでるってわけで、よろしくてよ。寝すぎも頭痛になるよ。今日そんなに寝てないよ。あの睡眠時間寝たら寝たけど、でも普通に朝今日9時に起きてるからね。そう、どうなん。でも昨日割とね、寝つくのが早かったんですよね。いつもね3時とかなんですけど、寝つくの今日はね、昨日はね割とね、1時過ぎとか1時半とか2時前ぐらい寝たからね、結構寝た気がする。でも頭痛くなってきた、この帰りやからね。稽古終わって帰りに頭がね痛く、もうすぐなるからさ、うち頭痛くなるとか、そう、全然気にしない。すごい、すぐ頭痛くなるから全然気にしてない。そう、未成仏の舞台挨拶15時から行きます。舞台挨拶あれかな、あの DVD お渡し会的なやつかな、5月の頭にあるやつでいいんかな。ゆりなちゃん足長いね、だってそう見えるように、そう見える角度なだけですよ。そう見える角度なだけですよ。そうそう、お、もう忙しすぎてさ、オフショットとかさ載せようって思ったんだけどさ、オフショットがね今回あんまりなくて、写真が
だから最初の方に一気に全部出しちゃうとね、そんなに枚数がないから持たないなと思ったんですけど、ちょっといい感じの、もう今末なので、あとあれが頭に発売されたやつなんで、もう変わるのでね、月号が出しました。1時は早い方なのか、1時早いですよ。1時に寝れたらだいぶ早いですよ。だいたいいつも3時とか寝ますもん、自分。1時はね、結構寝れてると自分は思います。1時に眠くなったら最高。まあ、でも昨日お風呂に入るのもめっちゃ早かったんですよ。10時過ぎぐらいにもうお風呂に入ったんで、そうなんか結構いい感じにね、やることもやって、そういい感じにお風呂にも早い時間に入れたんで、カレーライスは最近食べてないですか？カレーですか？最近カレー食べてないですね。カレーはね、作ったらさ、2日間とかさ、やっぱ作るじゃないですか。あんま2日間もさっていうのがなさすぎて、あんまり食べてないんですし、そうですね、なんかコンビニのカレー、多分コンビニもやると思うんですけど、ちょっと辛すぎて食べられないやつとか、私結構辛口あんま得意ではないので、あんまりねって感じですかね。初初任給もらった親に全額あげたんだ、だって、あ、全額あげたんだね。なんか初任給でご飯をに連れてってあげるとか、なんか買うじゃなくて現金差し上げたんですね。なかなかあんまり聞いたことのない親孝行の仕方ですね。そういうのもあるんですね。でも絶対親それさくれてもさ、お金だったらさ貯金してそう、な気がする。プレゼントだったら物だから、だけどお金になるとなんか貯金してそう親は。なんか多分ちゃんと貯金してて、使えないよってちゃんと貯金してて、なんかあった時にこれを使いなとか言ってしそうじゃない？そう、 うちの親も全部貯金ちゃんとしてくれてる親だったので、ちっちゃい頃からお年玉とかなんかそういうもの、祝い金とか全部貯金してくれてるので、その貯金で今ちゃんと生活できてるっていう感じ。貯金をこう何崩したりとかして、そう好きなもの、服買ったりとか靴買ったりとかして生きています。もうその貯金がなかったらアイドルはできないなっていうのは本当に思う。なんかね、もうその貯金がなかったらさ、もし人によっては大学とかもさ行けなかったりするじゃない。親が貯めててくれたおかげで大学行けたりとかするから、マジでその辺はね、まあ親によると思うんですけど、ちゃんとね貯金は しようと。自分もね貯金めっちゃしたいんですよね、本当に。
超貯金したいの。私将来不安すぎて、マジで老後のために貯金をすごくしておきたくて、でもちょっと貯金できる余裕がないんで、なんかね、できたらね、やっぱりさ、実家にいる親とかにさ、仕送り送れるぐらいにさ、家にちょっとお金入れてね、今までのちょっとね返していけたりとかさ、できたらいいんだけどね。ちょっとね、親のすね若干かじってる分際なので ちょっと貯金はね、まあできるようになればいいなとは思います。まあ私がそれこそもうジュースもお菓子も菓子パンもやめれば、多分、私別に靴服とかそんな頻繁に買わないので、本当にワンシーズン買わなかった時期とかもぶっちゃけあるね。あるよね、1年ぐらい服買わんかった時あるよな、普通にな。ワンシーズン買わんとか普通にあるよな。なんで結構服とか靴大好きですっごい欲しいんですよ。だからめっちゃネットショッピングばっかしてんの。すぐネットで服とかめっちゃ見てんで、欲しいな欲しいなって言って買わんのな、毎回な。するの。その毎回は欲しいな、これどう思う、めっちゃ可愛くない言うだけで終わり。そう、めっちゃ欲しいって思うんですけど、でも買うほどのすごい余裕があるわけではないから、そんなに頻繁には買わない。基本我慢をして、例えば何かがない限り買わないですね。例えば私服で、お仕事が、お仕事があるんでとかなったら買うけど、とか握手会があるんでとかお話し会があるんでってなったら買うけど、でも基本それ以外はあんまり買わないように気をつけてる。代わりに自分の大好きなお菓子とかパンはもう毎日の日課なので、は食べてます。まあでも服1着よりかは安いけどね 100円とかやから。そう、でもうちコスメも基本プチプラしか使わないので、そんなにね、あと意外に持ちが良いんですよ、コスメちゃんたちも。そんなにね、私美容系 YouTuber とかじゃないから、なんか美容系 YouTuber さんとかとさ、やっぱ何か新しいものが出たらレビューしないといけないから、めっちゃ買ったりするんだけど、自分はなくならないと次買わない人なので、なんかこれもいいなって思うんだけど、基本的にそのものがなくなったら次を買うっていうように決めてて。そう、まあアイシャドウは何個か持ってるんですけど、その服とかそういうのに合わせて、色味が合うように何個か持ってるんですけど、下地とかファンデーションとかハイライトとかシェーディングとか、そういうのはなるべくなくなったら次を買うように。なんか欲しいなって思っても、なくなりかけたら次が、ファンデーションとかも、あ、もうこれやばい、だいぶもうないんだけど、出てな。で、次もお仕事で買える予定がないと今のタイミングで買っておこうとかっていう感じで、結構頑張ってその辺は我慢して、そう、なるべく、使い切るまでは我慢をしてます。そう、プチプラでもね、いいものはすごくいっぱいあるので、普通にハイライトとかシェーディングとかはめっちゃプチプラ。だってぶっちゃけ私あんまり下地以外全部プチプラだからね。下地はね、ずっともう3本目ぐらいの愛用してる、ポーランド・ジョーのやつがあるんですけど、あれめっちゃお気に入りで、あれずっと使ってるんですけど、ファンデーションも今クッションファンデ使ってるし、ハイライトもシェーディング、ハイライトはセザンヌだし、シェーディングはキャンメイクだし、眉毛はケイトだし、そう、そうだし、チークもセザンヌだし、アイシャドウもキャンメイクだし、コンシーラーはザ・セム、セムだし、口もこれセザンヌのやつだし、
あとでも、もらったものとか、この今セザンヌ塗ってる上にちょっと赤いの塗ってるんだけど、それはジルのやつなんだけど、ジルのやつはいただいたので、そう、それはいただいたものは使ってます。そう、なんかすごい、まあなんかよく言えばすごく我慢ちゃんとしてるんだねってなるけど、よく言えばなんて言うんだろう、あんまり試してはいないから、自分にどれが合うのかとか何がいいのかで、悪く言えばそんなに研究はできない。でも持ってるものでどれがいいかなとか、そういうのはちゃんとやってる。だからメイクが薄くなったりここだったりするのは、その時の私のなんか、その時一番自分が漏れてんじゃねって思ってるから、そういうのをしてる。 よく来いって言われるんだけど、でもなんか自分がそれがなんかステージ立った時可愛いかなって思っててやってます。まあ来いって言われるんですけどね。 今日でも薄いっしょ。最近ね、いつもね、割と最近ずっと地雷線引いてたんですよ、こうやってまっすぐピーって。それをやめて普通にこうちょっとつなげる線にまたね戻しました。でもこれやるとちょっとね、若干つり目感が強調されるんですよね。地雷線引いてる方がね、もうちょっと垂れ目感がこう出るんですけど、最近もこういうピューってまたこういうやつに変えちゃったんです。なんかそういう方がちょっといいかなと思って。変えてます。でも前、今日まつげやってんのにさ、見てよこれ、まつげ下がってんだけど、見てこの、マスカラやっててさ、この私の目ってめっちゃ珍しくない？このまつげがさ、こうやって、私いつも絶対こうやってさ、まぶたからさ、まつげが絶対こうピーンって見えてるじゃないですか。でも見えてないんですよ。すごく珍しくないですか？シンプルにビューラー目でめっちゃまつげ上げたんですけど、マスカラ塗った瞬間、液の重さに耐えられなくて、まつげがピューンって なってしまって、もう諦めました。もうマスクもしてるんでね、もう諦めました。ちょっとあんまり相性が良くなかったらしい。ピエン。ね、マツパしたい。ピュンって。でもなんかしようと思ってるんですけど、何がいいか分かんなくて、今ちょっと探し中。マツパをやったら楽なので、もう私今日もまつげさ4本も抜けたの、その頑張って持ち上げたせいで。なのにさ、塗った瞬間ヒューンってなっちゃって、4本のまつげが無駄になった。でも今さ、一生懸命さ、まつげさ伸ばそうと思ってさ、こうすごい育成してたの。でもさ、その分まつげをこうやってマスカラをでミューラーでこうやってやるからね、結局抜けまくってまたまつげがねなくなってるんですよね。だからなんか同じように炒めても抜けるんだったら、炒めて抜けるんだったら、何回も何回もビューラーでこうやってやるより、マツパとかパリジェンヌとかで揚げて傷んだ方が逆に痛みは少ないなって思った。楽だしね。だからね、やろっかなって思ってる。結構メンバーやってるメンバーすごい多くて、そう、マツパかパリジェンヌかやってるメンバーがすごく多くて、ね、やっぱ楽って聞いたらね、やっぱ楽って言うし、時短にめっちゃなるって言うから、やろうかなって思ってる。時間があればちょっと試しでやってみて、よかったらやろうかなって思ってるし、まあ舞台期間かな、やるとしたら。その舞台の期間の時にちょうどまつげパーマやりたいなって思ってる。やっぱ時短にもなるし、結構やっぱね、まつげですごい時間がかかるんですよ。で今マスクするじゃないですか、
湿気でね落ちてきちゃうから、それをねまたこうやってビューラーで開けるとまたまつげって痛むんですよ。でダマにもなるし、だったらあのやろうかなと思って、それまでに行けたらいいんだけどね。なんかもうあの稽古スケジュールがねギリギリだから、もう基本ねいつ行けるって感じなので、本当はあの本番のギリギリに行きたいんですよ。今からマツパ当ててもさ、まあ約3週間後じゃん本番ってなるとさ、カールがどんどん落ちてきちゃってる時に本番だと意味ないので、舞台の時にもうだいぶいい感じ、本番1週間前ぐらいに当てたいなって思ってるんですけど、ちょっとね予定がわからなすぎて予約も入れられなくてそうちょっとどうしようって感じ。そうで私ね結構もともとすごい逆まつげなんですよ。こう結構こう逆まつげで、下のまつげもねすごいこうやって入ってるの。下のこっちのまつげなんていつもコンタクト2本ぐらいペタッと貼り付いてて、結構すごい逆まつげだからね、まつげが上を向いてるとありがたい。うん、だから行けたらいいなってちょっと思ってます。まつげでねやっぱりお目目の大きさ変わるからね、 1.5 倍ぐらいには本当になりやすんで。ちなみに今日ちゃんとやってるからねメイク、ほらほらもう分からないと思うんだけど、一応ね一応やってます。まあでも基本何にもないときは基本的にすっぴんですね。今日はちょっとコメント撮りがあったのでメイクをしていっていたんですけど、基本的に私はすっぴんです。すっぴんのときはすっぴんです。じゃないと肌がマジで化粧ばっかしてると死んじゃうんで、そうすっぴんでいいときはメイクはしないです。あとこれからの時期花粉症がすごくて、私めっちゃ肌荒れしてくるんですよ。そうもうこれからの花粉症の時期はあの結構顔にもアレルギーが出るので、目とかくしゃみとか鼻とか喉とかだけじゃなくて、ちょっとこの肌がボコボコなってきちゃうので、あのそのためにもねすっぴんで入れるときはすっぴんであのいないとなーって思ってるんですけど、あと今マスクしてて擦れちゃってさ、この辺荒れるよね、ほんとマジで嫌なんだけどあれね、そう本当にさマスクで本当荒れるの嫌じゃない？しかもこの辺がなちょうどさこのマスクのこの辺荒れるやんな、うん、あれなんなんなほんまに、やめていただきたいやめていただきたい本当。あともうまつげの湿気、前髪の湿気、本当にさ雨の日とかさ湿気るじゃん、本当嫌だよね。うちでもめっちゃマスク変えるんだかな、定期的に変えるんだけど、もう絶対摩擦やな、どう頑張っても。もうこの摩擦が肌がそんな強くないので、やっぱ摩擦にね肌が負けてしまうんですよね。そうかわいそうに。お肌ちゃんお肌ちゃんがね、本当にかわいそうに。コロナん？何あれ？あ、渦か。あ、蚊か。になる前マスクしてましたか？でも。基本してました。インフルが流行ってる時期と花粉が舞い出した時期には絶対マスクはしてました。もう本当に体がもともとすごく弱かったので、
インフルにはどうしてもかかりたくなくてマスクをしてたんですけど、まあ、マスクにしてもかかるときはかかるんですけどね。風邪が流行りだす時期の時は絶対にマスクをしてましたし、学校、それはもう本当に小中高の時からずっともう本当にかかりたくなかったので、もう本当にマスクはちゃんとやってました。あと花粉の時期はもうマスクしてないと本当に大変なことになる、もうくしゃみと鼻がやばいことになるので、マスクはしてましたね。なんでこの時期、それ以外の時はしてないですけど、基本的その時期の時は絶対にマスクをしてました。もう予防はもう完璧にできればできるだけいいということでめちゃくちゃやってました。 アルコールとかもそれこそ持ち歩いてたりしてたタイプの人間です。 はい、コロナが流行る前とか、今は消毒消毒器言われますけど、全然インフルの時から、インフルが普通に流行ってるぐらいの時からちゃんとアルコールとかも持ち歩きのやつ持ち歩いてたりとか、除菌のやつ持ち歩いてたりとかしてるタイプの人でした。まあ、そんな感じで、じゃあ今日はこの辺にて終了にしたいと思います。ではではランキング、13位ニューネームさん、12位しまやんさん、11位ときたぴさん、10位しんどさん、9位めおいさん、8位ヤングさん、7位おかやんさん、6位マックスエイトさん、5位ナッティさん、4位ちかしーさん、3位よこよしさん、2位キリアさん、そして今日の第1位はたかさんです。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日どうしようかな。でも明日夕方にちょびっとだけやります。はい、ちょっとわかんないですけど、稽古帰ってきて、ちょっと夜は無理なので、稽古帰ってきてから夕方ですねにちょびっとだけやろうと、思いますので、よかったら、まあ明日はちょっとすっぴんなんでこんなに素敵な顔はしてないかもしれないですけども、よかったら見に来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。